ジョージさんが今飛び込んでジョージ、はい、すいません、ね、ジョージ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。うん、はい、ムーボールマンと言います。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。我々名古屋を拠点に活動しておりまして、はい、あの皆さんの分かりやすいところで言うと、うん、オードリーさん、はい、ね、オードリートゥースのトゥースオードリーさんと1年間テレビレギュラーで出させていただきまして、うん、で CBC ラジオ、ね、CBC ラジオで冠番組を持ってたこともあります。北野誠さんでご存知ですか？どうでしょうか、知っていらっしゃいますか？ね、ちょっと最近知らない問題起こしちゃったね、うん、北野誠さんというんですけれども、はい、その方とも仲良くさせていただいてたりだとか、うん、愛知県内でいうと蟹江町というところの我々観光大使を、務めさせていただいているので、そうなんです。あの愛知県内に住んでる方、東海3県に住んでらっしゃる方だと、うん、我々のことを知らない人はいないと、そうだと思いますよ、思うんですけれども、うん、一応聞いておきましょう。はいはいはい、一応聞いておきましょう。一応ね、我々ヌーボーロマンのことを、うん、皆さん知ってるよという方、手を挙げていただいてよろしいですか？はーい、はい、皆さん手を下ろしてください。ちょっと説明不足じゃないですか？説明不足。手と言ってもね、いろいろあるんですよ。手と言って、だから手を上げて、こう腕を上にこう上げてくださいって言わないと伝わってないから、皆さん、うん、その手を上げるの意味が分からない、分かってなかったと思いますよ。なるほど、うん、お願いします、ちゃんとしてください。はい、手ってこれです。手これなんですよ。手これです。これを上に上げる、はい、そう、こう上に上げる、そう、そうですね、お上手です。そういうことです。よろしくお願いします。はい、もう一回聞いて、お願いします。我々ヌーボロマンのことを、うん、知ってるよという方、手を挙げていただいてよろしいですか？はーい、どうもありがとうございました。いや、ハグしじゃないです。これからですから、イベントは時間ですね。今からですか？違いますか？はい、頑張りましょう。まあね、皆さん知らないかもしれませんが、うん、あの今日でヌーボーロマンのことを知っていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ね、最初にお店からのお願いでございます、はい、まあ、皆さんね、もうお察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、本日はフリードリンクになっております。はい、ね、フリードリンクでございます、うん、もう何杯飲んでいただいてもいいと。ありがたいですね。おかわりの際はカウンター、あちらですね、うん、あちらでございます。カウンターの受付へ空いたグラス、うんうん、空いたグラスを持って注文してください。交換ということですね。はい、交換という形でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてお料理の方はテーブルバイキングでございますね。各テーブル、ね、テーブル何個もありますけれども、はい、6名様分でお出ししてるそうです。ほう、ね、で6名様以上おられる方はいらっしゃいますけれども、うん、ご配慮の方お願いしますと、はい、ということでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、けじじ祭り、はい、じじね、いろんな方が出られます、うん、まあ、この名目というかね、はい、このじじ祭りが何で行われたかということなんですけれども、行きましょう。あのジョージさん、ね、ジョージさんでございますけれども、はい、あのジョージさん、ご存知だよって方どのくらいいらっしゃいますか？ね、ジョージさん、あ、そうそう、ほとんど、あ、ほとんどの方が知ってらっしゃるということですね。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっと、これね、いろいろメンバーがおられるんです。はい、どのメンバーの方が目当てで来られるのかちょっと確認してみましょう。あ、聞いておきましょう、ね、野々山さんをちょっと見に来たよって方、野々山さんのお知り合いだよって方、あー、おー、おー、いらっしゃいますね。加藤さんのお知り合いだよって方、あいらっしゃいますね、はい、安藤さんのお知り合いだよって、あみんな結構お知り合いなんですね。そうですね、素晴らしい、はい、岩堀さんのお知り合い、あー、うんうん、加賀美さん、キーボード加賀美さんのあ、すごいです、みんな手上がりますね、はい、ヌーボーロマン知ってるよという方手上げていただいてよろしいですか？いません。前より上がるようになりました。よかったよかった、知名度が増えた。3人手上がったから、ね、ありがとうございます。よかったね、増えたね、増えた来た甲斐がありました。ありがとうございます。ね、うん、ということでやっていきたいと思います。はい、ね、説明文も書いてあります、うん、ご丁寧に、ね、一昨年、ね、全員還暦を迎えられた。おめでとうございます、ね、おめでとうございます。でみんな若々しいよね。若いね、本当にね、還暦期迎えたと思えない、ね、全然思えないです、ね、うん、我々、今年で24歳でございます。そうなんです。わー、24歳でございますね。年男でございます。はい、そうですね、よろしくお願いいたします。高校3年間はジャズ喫茶での演奏、学園祭や野外でのライブ活動、そして音楽ホールのコンサートを、はい、実施していたと。はい、高校からやってらっしゃったということなんですよね、うん、昭和45年、1970年の高校卒業と同時にバンドを解散と、はい、
ね、ちょっと補足で書いてあります。1970年といえば大阪での万博、はい、あれがあったとして、あと黒猫の単語が大流行りと黒猫の単語、我々が生まれる、20年前の全然知らないですけど、一応わかります。黒猫の単語の単語ですけど、まあ、よろしいですかこれね、まあ、そういうのが流行った年だ、はい、ということでございます。それからなんと42年の時を経て、はい、一昨年の5月、人生の区切りともいえる60歳になったことを機にバンドを再結成と。すごいことなんですよね。記念に DVD と CD を作成と、うん、ね、誰も求めてないんでしょうけれども、どうですか。いや、求めてる、求めてる、多分何人か求めてる、求めてる、うん、CD と DVD の制作、はい、待ってましたっていう方いらっしゃいましたら、また手を挙げていただいてよろしいですか。まあ、みんな待ってた。3人いるから。 3人って言うな。3名の方が具体的な数字を出さない。待ってたから、ね、よろしくお願いいたします、うん、今からライブでございますからね、うん、ちょっと大盛り上がりしていきたいなと思います。そうですね、もうね、リハーサル聞きましたけどもね、うん、めちゃくちゃかっこよかった。かっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこよかった。かっこいい。やっぱね、かっこいい演奏にはね、うん、やっぱね、ノリが必要でございます。そうですね、皆さんの知って、あのね、協力が必要でございます、はい、ですからね、ちょっとね、まあ、コール&レスポンス、うん、あのちょっと声を出していきたい。声を出してでね、あのメンバーが登場したら大きな拍手を、はい、迎えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。笑っていいのも終わってしまいましたけれども、うん、あれで毎回やってた、タモリさんが毎回やってたね、うん、はいはいはい、声とかありました、ね、ちゃんちゃんちゃん、あれをちょっと皆さんに揃えてやっていきたいな、いいですね、思います。いきますよ、はい、皆さんよろしいですか。手は空いてますか。いきますよ。大丈夫でしょうか。せーの、拍手。拍手。もっともっともっと、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 せーの、素晴らしい。おめっちゃ素晴らしい。上手。我々これをね、もう何千回としてきましたけど、はい、一番上手、本当に素晴らしい、ね、どこ行っても一緒だ。違う、どこ行っても一緒。正解。やめろ、言うな。そういうお仕事でございます、ね、じゃあね、ちょっと皆さん上手なんでレベルを上げましょう、うん、はいはいはい、レベルを上げます、うん、今のははい、これ行きたいな、うん、ちょっと難しいですよね。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん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 、もう一回やります。はい、言いますよ。ちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん、行きましょうか。これ決まったらすごく気持ちいい、気持ちいい、盛り上がります。皆さんが一つになります。うん、せーの、拍手拍手。どの辺が痛そうだったの。あー、ちょっと大丈夫、はいはい、大丈夫、どの辺が痛そうだったの。あそこの方に聞いてろ。あそこが一番痛そうでした。本当です、ね、まあやってますけど、まあ、今のように拍手で、今のように皆さん拍手上手だったんでね、はい、大きな拍手で出迎えていただければ、うん、気持ちいいですからね、やる側も。そう、拍手あると、皆さんでね、この演奏される GG の皆さんを盛り上げていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いしま す。ちなみに、ありがとうございます。ありがとうございますね。素晴らしい、はい、3人の方、ありがとうございますねえ、ちなみに GG というバンド名は、はい、メンバーが GG だからではありません。あ、違うんだ。うん、違うんです。違うの。ねえ、あのね、高校時代からこのバンド名らしいわ。おお、ほんと。うん、それをずっと引き継いでらっしゃるということで。ね、でも考え深いだろうね、うん、高校からずっとやってきてね、うんうん、今ジジイになって、うん、ジジイって名乗ってるっていうね。そうだね、意味合いがちょっと変わってくるからねちょっとね、変わってくる、ね、そうだね。でも素晴らしいことだよね、うん、長いことね、長い時を経て再建する、本当にね、かっこいいよね。そう、かっこいい、かっこいい。そのブランコを感じさせない素晴らしいやつが待ってますね、うん、はい、皆さんお楽しみいただきたいので、30分から始めます。あと5分でございますけど、ね、はいはい、ちなみに、うん、今日は第1回の GG 祭りということで、はい、アルマジロでライブを開催することになりました。ありがとうございます。こちらですね、うん、ありがとうございます。60歳を越して年を重ねるってこんなにも楽しいことだということを会場の皆さんに少しでも感じていただければなと、はい、思います。よろしくお願いいたします。年齢を感じることはこれだけ楽しいことだよっていうね、それの MC が今回24歳というね、ことでございますけれども、ありがとうございます。我々はこれから感じることですね。そうですね、これからこのライブを見てそれを感じたいなと
思いますけれどもね、はい、会長の皆さんに少しでも感じていただければこんなに嬉しいことありません。そうですね、午後8時まで、ね、約あと2時間半、今から2時間半ほどありますね、ゲストの方も来てらっしゃいます、はい、結構ゲストの方あの大物というかね実力でございます、うん、そうですそうです、後でまたご紹介させていただきますけれどもね、はい、皆さんグッと来ると思いますよ、ね、よろしくお願いいたします。午後、8時までの時間皆さんと一緒に飲んで食べて、はい、騒いで楽しいひととき過ごしていきたいなと思いますとのことでございます。 GG のメッセージもうこれを強く強く言っていただきたいということで言われております。言っときましょうよ、年を重ねるってこんなにも楽しいと、うん、年を重ねるってこんなにも楽しいと、はい、いうことを感じてほしいということでございます、はい、ちなみに今回なんでこんなライブが行われたかということなんですけれどもね、はい、どういうことなんでしょう、なぜなんでしょうか、あの真野さんね、真野ジョージさん、真野ジョージ、あのご病気になられましてね、入院されて手術をしたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ね、それはインポテンツとかで、インポテンツじゃないわお前やめとけ、何の病気なんですか、まぶたを二重に整形したんです。あ、その間違いますけど、方形手術、方形手術で、あ、60年間ずっと方形で生きてきたって大人の方の下ネタって食らいますね、うん、ありがとうございます。方形手術のね、はい、で、まあ、いろいろ手術があってそのね、うん、あの医療費がね、莫大にもらえたと。ほう、それは本当に病気になったんですか。そうですよ、本当に病気になったんですよ。その最近ちょっとね、ありますけど、保険金詐欺とかではなく、保険金詐欺ではないですよ。ちゃんと、ちゃんと病気になってくださったんですか。まあ、なってくださったというかね、そこを敬うのおかしいけど、はい、まあ、なられてしまいまして、ね、はいはい、そこで保険金が下りたということで、皆さん還元しようということでね、粋な計らいですよね、うん、まあ、大病されて、自分のためにお金使っていいところを皆さんに還元しようっていうね、かっこいいジョージさんの粋な計らいでこんなような楽しい会が皆さん開かれました、うん、はい、皆さんはね、ぜひ今日ね、楽しんでね、皆さんのマンジョージさんの階級愛、はい、ね、もう兼ねてますのでね、盛大に盛り上がっていただきたいなということになります。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、あと3分ほどでございます、うん、ね、コール&レスポンス、先ほど申し上げましたけど、あ、そうです、やってます。やっぱ声を出していただいてね、盛り上がっていただきたい、はい、まあ、重複しますけれどもね、うん、やっぱ皆さんが盛り上がってるとこちらの演奏してるサイドの方々めちゃくちゃ気持ちが乗ります、テンションが上がるんですよ、上がりますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、じゃあどうしましょう。我々コンビ名ヌーボーロマンと言います、はい、ヌーボーロマンでございます。私がヌーボーと申したら皆さんロマンとかしていただきたいなと思います。すみません、お手数かけます。ロマンでございます。お願いいたします。せーの、ヌーボーマロン、ヌーボーマロン、ロマンですよ、うん、酔っ払いよ、ちょっと今から出るんでしょ、ギター出る側の人でしょ、あの人しっかりしてください。大丈夫、もう一回行きましょう、はい、ヌーボーロマンでございます。マロンに引っ張られちゃってる、引っ張られちゃってる、引っ張られちゃってる、釣られちゃう人が多いんで、まあ、今回 GG 祭りでございます。はいはいはい、 GG 祭り行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう。せーの、 GG 祭りですね、 GG 祭り、これすごいですね、気持ちが上がります。はい、じゃあちょっとここからは変化球で、変化球、我々が言った言葉に合わせて言葉を返していただきたい。もう皆さん誰でも分かるような言葉ですよね。そのように思います。はい、行きまーす、よろしくお願いいたします。はい、おー、さあどうしましょう、行きましょう、せーの、徳川下ネタ。なんで徳川下ネタ、単純に面白くないわ、おい、ジジイ、おい、今からギター弾くんですけどね、よろしくお願いしますよ。アッコに、あ、いいですね、はい、笑って、いいですね、笑っていいとも、ありがとうございます、はい、これね、僕ら一回ね、老人ホームの営業行ったことあるんです。笑ってって言ったら、許してって書いてありました。これは世代間ほとんどの人なんです。いきますよ、ということで、GG 祭りスタートですということで始まりたいと思います。 GG 祭りスタートとください、いきます、 GG 祭りスタート。ありがとうございます。これまでのお相手、ヌーボーロマンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
言おうとした言おうとした業務連絡、業務連絡というところは、あの裸のクリさんね、あそれはヌードマンとかね、
ここでですね、はい、乾杯を皆さんに、していきたいなと思います。改めてね、改めてということで、乾杯のご発声は、はい、野々山徳原先生にちょっとお願いいたします。先生お願いしますよ。よろしくお願いします、はい、もう乾杯でいいですか。はい、乾杯の前にジョージさんお話があるということでございます。段取りめちゃめちゃでございます。ジョージさんのコメントジョージさんお願いいたします。はい、僕に喋る人と言っていけないこと言っちゃいそう。今日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。大変お忙しい中、たくさんの選択肢もある中から、アルマジロのライブ、GD をお越しいただきまして、本当にありがとうございました。よし、実はですね、今日は第1回、GG 祭りということですけど、ちょっと昨年の7月に入院をしまして、で、無事ね、回復をしたので、そのこともありまして、皆さんに、お祝いをしていただこうと。で、ありがとうございます。先走ったでしょ。もうネタがないからさ。この話をね、入院してどうのこうのじゃ今しろっちゅうの。インポテンツの話も今なっちゅうの。そうですね、事前にそれは聞いてます。入院したんですよって、そこで。あ、面白いのがインポテンツの打ち合わせがあったんですよ。そう、ちゃんと飲み会なんですよ。ちゃんと打ち合わせにあったんですよ。漫才今から最低。いや、インポテンツの話ね、とても重要な話ですよ。インポータントだろ、それは。すごい、うまい、うまい、上手。話していいですか。ということで、無事ね、全開をしまして、昨日も実はね、胃カメラを飲んで、呼んだりとか縫い合わせたところも非常にこうピンク色で処女のようにちょっと下ネタ全然受けないじゃないですか。受けるって聞いてたけど。ということで今日は全開祝いということで本当にありがとうございました。おー、最高だな。おめでとう。ということでですね、実は保険金が随分入りまして、その保険金はやっぱね、私利私欲のために使ったんだと。そうだそうだ。まあ、そういうことで無視していいですか。ということで今日皆さんにね、もう全部保険金を使わせていただいて、何でもやってる。そこでですね、君ツッコミがあったじゃないですか。毎年病気になっていただいて。あったな。最高に考えろ。毎年病気になっていただいて、こういう会を催してくださいということで、お盛り上がり。そうですね。来年もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、ここで野々村さんに来てください。すいません、失礼いたしました。面白いじゃん。それでは今からですね、野々山さんに乾杯のご発声をお願いします。はい、乾杯のご発声というか、すみません、僕らの分の乾杯のビールがないんですけど、ちょっと今から乾杯を。はいはい。あ、じゃあちょっとお待ちください。ビール準備できるまで。乾杯といっても先にみんな始まってますけど。ちょっとお前、はい、ヌーボルマンなんか面白いことやるよね。あのね、ヌーボルマンってね、もうね、付き合い古いんですよ。はい、なんか、ね、でも全然面白くない漫才師とか。そんなことないわ、おい。でも一生懸命僕応援してるけど、見つめなくても面白くない。ジョージの方がよっぽど面白いから。今日
のネタのスケジュールを全部考えました。頑張ってよね、でもね。乾杯をやる前にじゃあちょっとお話いいですかね。今日はジョージ君の、会期祝いということで、ジョージ君がこうやってそのインポテンツが違う。それもね、たまたま昨年の9月だったかな、9月かな、ジョージ君とばったり会ったんです、それもね、病院で会ったんです。大体そう、久しぶりに会うのが病院で会うという。皆さんそういう面です。体に気をつけていただいて、で、こういう催しがまた毎年できるようにですね、誰かやっぱり病気になって、保険にちゃんと入っていただいて、みんなで、毎年こうやって盛り上がろうということで、もうじきあと3つ、いや、ビールがないんだ、乾杯したくても、僕だけないと乾杯ができない。ネタがあるんですよ。ネタ、面白いネタ。唯一のネタが小林くんの、はい、まあ、やれ頑張れ。急に振られたわけだ。わかりました。よし、皆さん、ものすごい面白いですから、もう唯一のヌーボーロマンの最高に面白いネタです。皆さん、お楽しみに。どうぞ。最悪だ。面白い。いや、まだやってない。まだやってないよね。いいですか、やっていいですか。リズムという、はい、リズムという概念を誘ってください、ね、リズムという概念を初めて発見したゴリラ。拍手をください。大丈夫でしょう。この勢いのままいきましょう。これがね、一番面白いです。素晴らしい。面白かったけど痛いだろうね、あれ。これが限界です。これが限界なんですよ。はい、それではいい乾杯してください。はい、すいません。それではみんな、彼のビールがないですけど、大丈夫ですよ。それじゃあ皆さん、お忙しい中、また足元の悪い中、足元でもね、本当に悪い人もいるんだ。あ、いやいや、ちょっとそれ。それでは皆さんの健康と、マロ君だけじゃないです、皆さんの健康を、ご祈念しまして、乾杯をしたいと思います。それでは、声高らかに乾杯。My baby by her baby to know my memory.
はいはい、していきたいのでメンバー紹介です。はい、この、お時間で紹介させていただくのは、安藤浩二さんです。安藤さん、イエーイ、チース、よろしくお願いいたします。じゃあ僕はマンチェスターに行ったことがあるんですけど、マンチェスター行けないでしょ、行けないでしょ。このやりとり、もう今ので4回目です。何回するんですか。裸の栗、はい、裸の栗、裸の栗、ヌーボーマロン、ヌーディーじゃないですかね、ヌーボーロマンですからね。学校を卒業して以来、ずっと音楽に、うん、ね、食べてらっしゃると、ということなんですよね。僕はあの、ギターで飯食ってます。ギターで飯食ってます。コンセント乗っけてね、買って。違う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 。お皿にしてっていう意味じゃないでしょ。違う、それで、それは職業にされてっていうことでしょ。ね、普段はどういう…あ、ピアノで飯食って。ピアノじゃないでしょ。ピアノの上にご飯を置いて。知らないな。知らないよ、それは。違う違う、ギターでね。普段どういう活動をされてるんですか。一言10円の仕事してます。一言10円の仕事、そんな仕事僕知らないですけれどもね。いやいや、あのボイトレをやっていて。ああ、なるほど。はい、ああ、ボイストレーニングの、いかに騙してその気にさせるかっていうのをお仕事にされてる、ぼったくりじゃないですか、その。ほぼ。ということで、これまで数多くのバンドのプロデュースとか、はい、コマーシャルソングの制作を、例えば何のコマーシャルソングを、例えば聞きたいと思います。いや、恥ずかしいな。いや、今日はね、特別にね、うん、はい、拍手もありますし、ね、よろしくお願いします。ちょっとそれは言いたくないな。いや、なんでかっこいいんで、ちょっとすごいスマートな CM が多いんで。なるほど、本当に言いたくないみたいです。失礼いたしました。まる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 さ、まるさのチークはどこがスマートなんだ。ポップですね、ポップですね。やってくれましたね、ありがとうございます。すごいね、マルソンチクの歌に質問が付いたことある。まだあるんですよ、もっと聞いて、もっと聞いて。はい、お願いします、お願いします。レイテツレジャック、おー、あれは私ね、レイテツレジャック、すごい。レイテツレジャックも、あれ一人で30章ですよ。あ、なるほど、それやられてる。すごいよ、すごいな。他はないですか。他はないですか。リクエストが今ございます。他はね、あのね、日々に優しいのに早く聞く包みの下。すげえ、マジで。本当に脳死、本当っすか。遅いってどうすんだこれ。包み脳死、決してあげます。すげえ。いや、違う違う違う、これ頭突きに脳震盪、頭突きに脳震盪、そんな頭突きないですからね。頭突きで脳震盪、脳震盪、ははは、違う、面白いよこれ。本当にもう言ったらプロの音楽家でございますよ。漫才師じゃない、漫才師じゃない。素晴らしい。現在、森山市にね、プライバシーをやめて、やめて、そんなプライバシー、ダメ、プライバシーはダメだよ。森山区つけます。どうなんだ、僕に対しての当たりだけは強すぎるでしょ。いや、実はマンチェスター行ったの。マンチェスター出ないでしょ。これで5回目、これでこのやり取り5回目でございますけど、でもね、こんな明るい方ですけど、2度生死をさまよう大病したとほうということなんですよ。ひどい、生死を絞り出すか、絞り出すじゃあさ、お酒飲みすぎでしょ。ちょっと2階に小学3年生と5年生の男女の子いるんだから、しっかりしなさいということでございます。今日は昔の彼女は来られてますか。あれ、バイクだ。あそこ2、3人そうですか。2、3人そうなんですか。その質問は、その質問はこの人は過去を踏み出す。彼はもうね、なんで加藤さん曲行こうとするんですか。あの、安藤さん安心してください。加藤さん次の曲の後たっぷり聴きますので、その辺はたっぷり聴きますので、はい、ということで安藤さんでございます。はい、どうも。アイソーハースタンディングゼア、違う、違う、
かっけーどうだいを経て不良時代を経て
ね、ぽいよね。イケメンって基本不良になるから。ジョージが書いてんだろ、それ。ジョージだろ、元は。そうです、ジョージさん作成の台本でございますけどね。学校卒業後、ね、もうこれですよ、一番強くいった。ね、何ですか、ね、ちょっと、言わせてください。はい、はい、行ってください。矢田側にね、チャリンコ捨てて盗んだチャリンコ。盗んだチャリンコ捨ててたと。借りたやつ捨てたと。とんでもない不良ですね、本当に今だから言えることです。でもですね、その不良の時を経て、うん、センチュメンタルシティのシティロマンスもベーシストとしてプロデビュー。これすごいよ。これはすごい、本当にすごい。素晴らしい。うちの両親も知ってましたからね。僕は知らないですけどね。もちろん。もちろんじゃないですけど。ジェネレーションギャップかな。はい、まあね、うん。で、バンド脱退後はなんと、うん、新学校。旭ヶ丘高校の社会科の先生。あ、そうなの。すごいですよね。はい、不良がね、で、数年前にね、はい、離婚したと、うん、ということでございます。何回目のですか。何回目ですかね。何回目の離婚。何回目の離婚でした。すごいね。かっこいいね。あの、X ジャパンって書いて、X ジャパンって書いて、間に打ちに行ったバツイチジャパン。バツイチジャパンですよ。バツイチジャパンのリーダーね。現在は寂しく一人暮らしだが、今異常なほど、うん、どうですか。こんなん言っていいのかな。異常なほど。こんなん言っていいんですか。異常なほどさっき怖いじゃん。異常なほどやきもち焼きの彼女と付き合ってると。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとここ掘っていきましょう。掘りましょう。その彼女とあれですか、なんか昔あのエレベーターの中でキスしてた。そんな情報まで。あの東南アジア系の。ちょっと相手外人みたいな。ビートみたいな。見たもん。すごいですよね。の方ですか。エレベーターの人が。そんな女の人が。やっぱモテモテだね。そんな女の人。ヌード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 。あ、焼きもち焼いておきます。ヌード。今日僕の会議までなんです。そうか。面変わってきちゃうから。そうか。加藤さんの色男エピソードを語るライブじゃなかったね。そうです、そうです。違ったね、うん、すいません。ということでなんかさ、扱いが全然違うんじゃないそれは失礼いたしました。おかしくない。いやでもね、あのね、CM ソングのね、はいはいはい、なんかそっちよりなんか文として扱ってるんだけどね、かっこいいな。やっぱ色男ですから、この GG1 の色男ですから、ね、いやいや、マジで本当にね、マジでさ、行ったのマジで行ってないですよ。6回目ですから、もうよろしいですよ。はい、ということで続いての曲は行っちゃいましょう。サティスファクションでございます。はい、どうぞ。
楽しかったですね。こんな楽しいことはないですね。ここも楽しいですよ。
どっちが楽しいですか、リバプールとここどこが楽しいですか。アルマジロですね。ありがとうございます。はい、ということで次の曲、はい、いっちゃいましょう。スローダウンでございます。あ、ちょっと待ってください。今日昔の彼女はしてますけど、お、皆さん聞くわけないでしょ、そんな。あ、若いと、すいませんでした。スローダウンでございます、どうぞ。マンチェスターなまり。なるほどね。素晴らしい。
所有してると、はいはいはい、大体ビートルズモデル、うん、ビートルズのね方々が使ったモデルのもの大体何本ぐらい持ってますか、数えるのが怖いので数えてません、そんなにそんなにあると大体どのぐらいあります、大体感覚的には30ぐらいかな、すごい、いや高いでしょギターは30めちゃくちゃ高いですよね、すごいよ、アホってなんだよアホ、アホだわまあそんぐらいもビートルズにのめり込んで、はいはいはい、ね、もう飲み会の時もずっとビートルズの話されてましたから、まあそうですね、こっち側で他のメンバーがずっと下ネタ喋ってたでしょ、まあそうなんで、僕の横この辺ね、この辺ね、この辺ね、そうそうそう、で僕の横にいらっしゃったんですけど下ネタ聞いてちょっともう気持ち悪いなと思った時に横見横で話してるとずっとビートルズの話をしてくれて、それで繰り返し下ネタ聞いてビートルズの話を聞いて、そういう飲み会だった、そうそうそう、あなたの感覚的に、そうです、そうです、なるほどね、上手でございます、はい、今日は昔の彼女は言っていますか、あ、すごい、本当に本当にたくさんいますか、いや絶対違うでしょ、絶対違うでしょ、女性には見えないこいつはね彼女本当に、あ、本当にだろ、そっちの方だったんですね、違う違う違う、そうだそうだじゃない、そうだったんですね、お尻が痛い、ね、お尻が痛い、あ、掘られる側だったんですね、掘られるって言うな、掘るって表現するなさあ、ということで次は、前半ラストの曲でございます、はい、前半ラストの曲はなんと、うん、ジョージさん自ら歌われます、おお初めて聞く、愛する君にでございます。僕の魂君にあげよう、悲しいほどに愛して言うんだよ、君を君にあげよう、トロトロの歌声も君にあげよう、愛する君をいつまでも離さない、約10分ぐらい、はい、はい、にですね
スペシャルゲストゲストの方々がおります。はい、その方々の、バトンタッチでございます。第1部終わりでございます。ということで一旦この G2 の皆さんに大きな拍手をお願いします。拍手。いや、かっこよかった。ありがとうございます。ということで、まあ、次は18時30分から、始まりますけれどもね、はいはいはい、まあ、それまでちょっと我々が、漫才しようかなということになります。